はい、パンちゃんさんと一緒に、今アン君をお迎えに行きました。好きで撮るのすいません、ありがとうございます。あとネトキチさんいますね、もうあそこに。あとアポちゃんもあとで手伝いくるんで。あ、マジっすか、アポちゃん。あれですか、嬉しいっすね。彼も有名だからねはい、というわけで、来ました。今回は、ラーメンショップ石川店さん、どーん。初めて来させてもらいました。パンちゃんさんが運営するお店ですよね。めちゃめちゃ有名なところですよ。大食いの方ね、YouTuber さんなんかもうすごいしのぎを削っていたりね、している聖地ですよ、聖地。はいはい、今日はちょっと対決していきたいと思うんで、ルールもまだ決まってないですけど、聞いていきたいと思います。とりあえずお願いします。はい、ということで今回、はい、誰ですか君らは自分は、キックボクサーのシュータと言います。よろしくお願いします。シュータさんです。すいません、その振りは私しかいませんね。ネトキチオノボノ劇場のネトキチです。よろしくお願いします。制限時間55分で3キロラーメンを1人ずつ食べてもらおうかなという企画なんですけど、55分っていうのは3人に設けられた時間なので、はい、55分ですよね。55分です。どうですかね、リレーしていくみたいなことですよね。そうリレーですね。はい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 、俊太がこれを50分で食べたら、はい、残り5分ずつ5分ずつか、2分半ずつ。そうですね、食べなきゃいけないからね。はいはい、はい、そういうルールとなっております。はい、どんな配分でもまあ55分以内に食べきればそうです、全員自分たちの勝ち。そうですね。おあと最後デザートがね、はい、出てきますので、おそちらの時間はね考慮の上、はい、挑戦していただければと思います。まあだから自分としてはまあがっつりもうそのままスピードで、はい、スピードで最初はね、はい、ガチでトップスピードを出してもらわないと、はい、そうですよね。言うてもジャスト3キロなので、完食できるのかできないのかって話になってくると思うんですけど、はい、まあ、その辺は頑張っていただいて、あの2人に応援していただいて、はい、はい、では始めちゃいましょうか。はい、お願いします。お願いします。この状態でもそこでやるタイムも何もなしで、あの個人個人ねチャンネル撮ると思うんで、ここに飛んでいただいたら嬉しいですね。そうですね、はい、みんなの見てほしい。はい、ホテル先生っていうねカメラマンもね、はい、そちらの方の方もそうですよ、 YouTube やられてるので、はい、あると思うんで、みんな同時上げですよね。そうですね、はい、はい、概要欄に明日で、明日ですね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 、じゃあご視聴よろしくお願いします。お願いします。お願いします。よし、ということでどうでした、あのエンディング何も変わってないです
使ってください。いただきます。はい、じゃあ5秒前からいきます。はい、5、4、3、2、1、スタート。はい、うまっ。美味しいですか？うまっ。チャーシューうまっ。うまそう。こういう風にやんないとダメなのか。ね、入ってますね、結構。あ、そうですね。熱いわ。結構。湯気が。すごいっすね。湯気がね、うん、出てきましたね。おしゅんさん、麺からいくんですね。なるほど。いい。2人の解説もね、見どころの人。そうですよね。いやー、解説はやばいっすよ、私。そうですね。もしかしたら解説でね、違う案件が入ってくるかもしれないですね。あっ、熱い。熱い。うん。これ冷めたと思ったけど全然冷めてないわ。そう、下の方が全然熱い。うまっ。いや、味わっちゃダメなんですよね、これ。いやー、もう、いや、でもね、いや、でもうまいですからね。うん、味わってほしい。素敵。うまいですね。吸引力はすごいですね、やっぱ。あ、素晴らしい。ダイソーには負けますけどね。こっちまでね、お腹空いてきましたね。わかります。いい匂いが。すいません、カットヌードルください。おいしい。ごめん。一気にかっこまない方が厚さが逃げるから。どうですか？もう香りが来ました。2分経過。強そうなイメージ。強い。強い。なんかそのイメージ。うん。羨ましいっすよ。ここで1杯500円の水に手をかけた？もう3杯ぐらい飲んでます。飲んでます。ラーメンは1杯いくら？ラーメン1杯は600円です。600円。水が1杯500円。あ、厳選された水道水です。あ、水道水。シュータさんの歌とかうまいですかね。あ、シュータさん歌う。いや、歌下手っすね。はい、好きな歌手は。はい、好きな歌手とかいいですか。いや、いい、ミスチルとか好きっすね。いい、はい。僕は君が好きです。あ、ミスチル。パンちゃん喋るとなんか食べづらくなる。笑っちゃうから。作戦ですよ、パンちゃん。僕勝ちたいんでね。うんうん、ぜひ負けていただいて。パンちゃん対3人でした。ございました。うん、かなり量が減ってますね。減ってますね。早い、さすがスピードスター。このまま止まらなければすごいですけどね。うん、まだ湯気がずっと出てますね。いや、そう、ここなんですよ。そう、すごいんですよ。
でもやっぱ温かくなりたいです。美味しい。いつだ。ゼロだね。これまた食べた。あの先生がやったのかな。私最近全然ないことしなかったです。昔からそんなかっこいいですか。かっこいいって言われてきたことが全然ないです。本当ですか。はい、全然かっこいいですけどね。ブサメです、本当にブサメって自分で呼んでるんで。おっしゃいますか。うん、まだかっこいい。もっとアボちゃん一人でなんかチャレンジしてたんこれも行儀悪くない、大丈夫だよ。あ、大丈夫です。もう一気に、そうじゃないと、素晴らしい。まだその勢いで飲めますからね。もしかしたら空気抜きながら大喜利目指してるじゃないですか、もしかしたら。大喜利です。そうなんです。全然じゃないような気がしてきましたね。全然。ちなみになんですけど、3キロちょっと超えちゃってたんですけど。ちゃんと測ればよかったね。そのままは。ちょっと嫌なんですけど、その滑り。そのままはホテル先生のところでね。当たったので、じゃあ先ほど、この辺ちょっと、オーバーしちゃった。まあいいか。全然。全然分からない。ちょっと多いんじゃないですか。強いですよ、最後がね、すごいですね。はい、ごちそうさまです。素晴らしい。14分で食べたんだよね。これがなんか面白い感じになりそうですよね。すげー。すいません、ありがとうございました。素晴らしい。こちらです。こちらの感想とか、いや、まず一口目のチャーシューが激うまです。うまいですか。めっちゃ美味しいです。はい、味、あとあのラーショーさんって結構いろんな店舗で違うんですよね。はい、石川さんめっちゃ美味しいですね。あ、自分油揚げ結構得意な方なんですけど、はい、なんかあの背脂が美味しくめっちゃ感じるんで、その油がめっちゃたくさんあってすっごい美味しく食べられました。素晴らしい。ありがとうございます。素晴らしすぎますね。嬉しい。そういうコメントされちゃうと、はい、あとの2人も。中宮王でお見受けというか初めてお会いしたアボちゃんさん、どうも。すごいの食べてますね。お久しぶりでございます。藤沢の800g を食べてます。 800g。 でもなんかご飯めっちゃ、これは大盛りなんですか。 150g。 あー、そうなんだ。じゃあ 1kg ぐらいのランチを食べてる。頑張ってます。一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。あ、すみません。次はネトキシさんの挑戦。ネトキシさん、時間はどれくらい残ってるんですか。今41分48秒。はい、これをネトキシさんがどれくらい食べるのかによって、はい、あんくんの秒数が決まる。これ結構55分面白い秒数設定だ。さすがこれプロっすね。やばい、これこっち側こんな感じになってます。プレッシャー本当熱い。
お次は、はい、アン君の、はい、第3走者、アン君でございます。オリジードップさん、いやなんかいいっすね、こうやってみんなでやる感じ。いやね、めっちゃ楽しいっすね。楽しい。いやー、暑いなということで、はいはい、パンチャーさん最後、2分、1分58秒残ったんですけど、これパンチャーさんが、この食べる前に買ってきてくれたデザート、僕は作りました。作りました。あ、さっきファミマ行ってられましたよね。でもファミマって何ですか。ルール説明としてはどういう感じですか。58秒しかないんで、残り、はいはいはい、一人一人、うん、食べてってもらって、はいはい、食べてください。食べればいいみたいな。そうです。わかりました。あ、なるほど。じゃあ一人目シュートさんから。はい。え、なんすか。一品目一人食べて止めるから。そう、また食べて止める。あ、そういうことですね。一品目こちらです。はい、これを早く食べると食べるほどで次につなげると。なるほど、なるほどね。でもその後アン君とね、時さんは分からないんで、まだ違う。まだ分からないですね。はいはい、あ、じゃあ一応その準備しますか。うん、あ、自分ぶっちゃけ言うと私がめっちゃ得意です。おお。ちなみに当たり出たらもう一本買ってきてます。嬉しいのか嬉しくないのかみたいな。はい、こちら今、1分58秒ある中で、自分がこれを早く食べれば食べるほど、アン君とネドキシさんが楽になるということですね。はい、頑張りましょう。じゃあ3秒前からいきます。はい、はい、3、2、1、スタート。え、早い早い。待って、頭痛くなんだよ。確かにすごい。そう、すごっ。 OK、 すごい強い。あ、これは強い。これ強い。今自分何秒でした。さっき58だったから、あれ21秒もかかったんだ。じゃあ21秒を、ガリガリ君が、俺多分ラーメンでは負けたから、いや俺多分すげえ遅いと思う。ガリガリ君がちょっとヤバそうっすね。いや、やばいな。ここまで来たら成功してほしいんで。はい、はい、あ、ごめんなさいね。じゃあ3、2、1、スタート。棒が取れた。お前歯痛いんですよ今。歯が痛くてダメだ、やっぱ脱いでんじゃない。エンタメやんけ。フードファイトじゃないのか。いや、やっぱダメだったな。やばいな。じゃあもう止めていただきます。いや、やばいな。ちょっとね、違うんだ。いや、違う。この映画見たいんですよ。ほら、あと53しかないよ。ミトさんの時間だ、ミトさんの。この映画見たいはず。朝が痛い。いや、そう。歯がね、今痛いんだよ。そう、今直してるんだよ。やばいなって思ったら。やばい。やばい。いけ、ミヤさんのためにあと28秒しかない。ほら、なんかめっちゃリアル。本当にきついんだこれ。いけ、最後、ごくっといけ。やばいな。いけ。アイスで止まるって一回アン君の感じがわかるわ。特性あるんだな。そういうことです。冷たい。やったか。おーい。さっき寝ときチームが言ったのに。やばい、ダメでしたね。ダメでした。面白い。3つ目お願いします。あー、面白い。じゃあ20秒以内なら、はい、ネドキシ1人の勝利ってことで。お、1人の勝利。はい、じゃあ3秒前からいきます。はい、はい、じゃあ3、2、1、スタート。
赤赤って赤なんてなんて赤ちょっとちょっと気合でしょ、進んでないんだけど、そんな感じになるの。ちょっとそこで終わってる。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。結局ラメがあれ、まあ本ちゃんだったんで、はい、はい、そうですね。ガリガリ君がね、シュンタ君の優勝、優勝でございます。早すぎるわ。アンクに激負けした後だったから超嬉しいよ。ちょっと戻った。頭痛くなんないですか。なってないです、全く。脳みそあります。どうでした、あの瀬戸さん感想は。いや、もう今日こんな豪華な2人と3人とコラボさせてもらえて感無量ですよ。あくん、じゃあ最後に頼む。はい、いつものやつで締めてください。いつものやつ。あれすごい見てるんだけど、すごい動画見てるんだけど、わかんないんだよ。いや、まあ、あのいつもなあれやってもか、いや、もう本当ネットフィッシュさん、シントさん、あっちゃん、いや、ありがとうございました。なんかご一緒できて嬉しい限りだった。またぜひ。あ、またぜひ。お願いします。お願いします。はい。いや、しかもあのパンちゃんさんがこうやってなんか、うん、もうすごく気さくに。夢かがるね。どうぞどうぞ。そっち側が。どうぞ。気さくになんかフランクになんかこうやって接してくれたのがめちゃくちゃ嬉しかったです。うん、はい、ありがとうございます。じゃあ、しゅんたさんいつものお願いします。ふっとる。ふっとる。パンチラさんで、じゃあ締めお願いします。みんな、はい、あったかくして寝ろよ。どうだったか。バイ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